ちょっと難儀しますね、求人に対してね。ちょっと便利なあの 2D の仕様のものを入れておけばね、魅力あって来るかもしれない。手元作業員も省略できますし、例えば乗り面の調配とかそっちの方にも回ってくれますし、半分まではいかないですけど、減らせるじゃないのかなと思います。もうスピードアップ間違いないと思います。ハイド版でもそのバケットの方でも高さの管理できていくっていうことは、まあより一層スピードアップ、できるかなと思いますね。自分の目ですぐ確認できる。で、今まででしたら、わざわざ機械降りてって確認をせないかなっていうのが、もう全部自分の手元で分かるっていうのが一番の、楽なところですね。今まででしたら2人1組って感じだったんですけど、もうほぼほぼ1人で、作業できるってちょっと感じました。プラマイ15ミリぐらいですか、ね、機械が指示したように指示されたままにやってますか。2D のガイダンスの方で大体の高さを合わせて、センサーを入れずに、ハイド板で粗削って、それから高さ設定する、で仕上げる、そんな感じですね。設定の操作とも簡単ですよね。順番にもう次は次は次次とも順次出てくるんで、それに従ってやっていく感じ。で最初は難しかったんですけど、回数踏んでやっぱ乗ってきたら、もうだんだん思うようになってきたら面白いですね。あまり乗られない方でも、何回も乗って触って動かして、その辺、機械もいろいろこうアシストしてくれますので、慣れてくればうまいこといくと思います。住宅の基礎、そいつにはもう必ず土間もついてきますし、で外部の慣らしも入ってきますし、活躍できると思います。路床生成、仮想路盤っていう講習に関してはアイディグはものすごくいいんじゃないのかなというふうに僕は思いますね。民間の工場関係で立った後に工場内のドーマコンクリートをやるときに採石を工場内に入れ込んでそれを敷き鳴らすっていうのも今のアイディグだったら全然できるんではないかなと思います。今まで熟練でないとできない仕事が少し慣れた人であればやれるようになるし、今まで2人でやったところを1人でやれるとか、だから安全面から言っても機械の周りに人がいなくて済むんで、その分だけリスクが減らすことができるというふうに思いますね。人が少し減らせるという部分と、人様でやったら先走るのと、熟練工でなくてもできるようになるという、そのメリット